ラップを一回やめた理由を教えてほしいです。なんか、少年院から出てきて、で、出てきてすぐぐらいに、あの、ラップスター誕生ってあると思うんですけど、それがちょうど第一回の時で、締め切りがちょうど3日ごとからったんですよ、出てきて。で、それで、それを友達から聞かされて、こういうのがあるから応募してみればいいじゃんって、もう締め切りないけどぐらいの話を聞いて、よし、やってみようと思って。 最高のバースをかけたんですよ。俺これ来たなと思って。しかも3日前に少年から出てきたやつが、これ応募して、300万円取ったら、最高にかっけえなと思って。しかも俺そのイメージができちゃって、あ、これ俺しかいないと思って、応募して、まあ落ちたんですけど、で、チンカスみたいな、本当にウジ虫みたいなラッパーともばっかいて、なんで俺いないんだろうなと思って。多分目通してないんかなと思って。で、そんなんもあったし、なんか本当に、 ダサい奴らばっか売れちゃってるじゃん、今。どれ聞いても同じだし、全然面白くねえなと思って。で、なんか、ああ、すげえつまんねえと思って、やめました。